開幕。皆様、人狼の館へようこそお越しくださいました。今日お集まりの9名の皆様には、これから嘘つきを見抜く人狼ゲームに挑戦していただきます。おぎやはぎさん、はい、2回目の出演、今回の人狼のメンバーを見ていかがですか？そうですね、この前はね、ちょっと一人ちょろいやつがいたんで、ね、あれはちょっとね今回結構強いんじゃないかなと思ってですね、だいたいね、俺楽屋来て出演者誰かなと思ってやっぱ見るんですよ。で、大悟って書いてた回だったんで、あの頭のおかしい大悟と思ったらこっちの大悟でしょ、ずるいよそうでしょ、メンタリスト禁止でしょ人狼は。こういう心理戦系のゲームってもうメンタリストになってから誰もやってくれなくなったので、そりゃそうだよ、やりたくないよ。なのでちょっと探り探りやってみようかなと思います。続いて谷村さん、はい、普段女優として演技をされていますが、演技で人を騙す自信は？自信はないですけど、ちょうど今舞台のつく消えるで松尾さんと一緒なんですけど、昨日稽古場でみんなでやったので、練習してきた、大丈夫です。すごいな、ね、大丈夫かなそして田中さん、はい、頑張ってください。あ、ちょっと待って、何してんの何してんの、質問あるでしょ。なんかでは早速嘘つきを見抜く人狼ゲームに挑んでいただきます。俺はうまいよ。皆様、人狼の館へお入りください。9名の中に潜む2匹の嘘つき人狼、その正体を暴く頭脳戦が今始まる。じゃないかなと思うんですよ。姿勢がこう椅子側にも。違う。お願い。ちょっと待って、誰人狼？このゲーム、信じられるのは自分だけ。嘘つきは誰だ？プレイヤーの皆様にはこれよりキャストをランダムで決めさせていただきます。はい。9名中2名が人狼、1名が占い師、1名が騎士、その他5名は市民となります。プレイヤーにはこちらのキャストが与えられ、ゲームは7名の市民と2匹の人狼のチーム戦。まず矢作さんのキャストはこちらです。顔していいか分かんないけど、顔も赤くなってるよ、本当に分かんない、ちょっと、やれちょっと。続いてやれば分かるよ。谷村さんのキャストはこちらです。ほらおかしいでしょ。いやいや、小鼻、今小鼻怪しかって絶対変な感じになるんだって。渡部さんのキャストこちらです。普通ですよ、普通、普通です、何にも何の感情も変わらない。松尾さんのキャストはこちらです。自然にでしょ。次に小木さんのキャストこちらです。小木に与えられた騎士は、人狼の襲撃から市民チームの一人を守れる力がある。マギーさんのキャストはこちらです。どっち？うん、田中さんのキャストはこちらです。このゲームの人狼は渡部と田中、2匹の人狼は互いが人狼と知っており、協力をして市民チームと戦う。続いて大吉さんのキャストはこちらです。
今市民の顔したね。大吉に与えられた占い師とは、自分以外のプレイヤーが人狼か人狼でないかを知ることができる役職。そして第5さんのキャストはこちらです。どんな顔するんだろう。なるほど。人のことはさ、いろいろできるけど、自分が見られるのは絶対苦手なんだよ。あ、ね、あ、僕嘘つくのは苦手です。ほら、見抜くのは結構得意ですけど。なるほど、ね、9名に与えられたキャストはこちら。市民は協力をして必ず嘘をつく人狼2匹を見抜けるか。この後、真実と嘘が交差する戦いが始まる。いよいよゲームがスタート。果たして市民チームは人狼の渡部と田中を見抜けるのか。さあ、1日目の朝、追放会議の時間です。人狼だと疑わしい人物を話し合いで1名決定し、多数決で追放してください。話し合いの制限時間は6分です。それでは追放会議スタート。でもさ、なんか今、うん、もう結構メモってたよね。メモってました、ね、今の顔だけで。ちなみに何をそれメモったんですか。いや、一番最初なので、うん、あの、もう最初の表情をメモっとかないと。ああ、そこからどう変わるか、変わった時わからないんですよ、ね、そういうことなんだ。なるほど、顔結構怪しくなかったですか、ね、怪しかったですか。行った後にすげえこうさ、見られないように顔隠したじゃない、うん、俺横から見たんだけど、やっぱ小鼻の膨らみはごまかせないよね。プクってなったのは見えたね。よく言われます。ないんだよね、鼻膨らみやすいって。膨らみやすい。人狼でしょ。あれ、あれ否定しないの。否定して答えたい。やっぱね、うん、私でも田中さんが怪しいと思います。なんでよ。いや、急に。なんでよ。おかしいな今のも。本当に怪しいよ。まず弁解が先だよ、弁解が。人狼だ。あ、人狼ではない。もう今言われないから。急に否定しちゃう。いや、でもね、僕最初ちょっと臭いなと思ったんですよ。それで臭い場合、人狼ってことはもう一人の人狼分かってるじゃない。そういう時に、あ、顔を上げる時、同じ仲間の顔を見たいと思うんですよ。おぎのことすげえ見てたんだよね。確か俺の顔をすぐ見てた、見てたよね。なんでおぎの表情そんな見てんのかなと思って。おぎさんと田中さんはなんかこうなった時に、あの、ちょっとその後が怪しかったんですよね、上げた後に。僕ちょっと田中さんは、田中さんすっごいまばたきが多くなっちゃって、まばたき多い。もう俺もう人狼やるのももう初めてだから。いやいや、俺ほんと、ちょっと待って。おかしいって、マジで。そんなこと言われたらもう俺もう緊張で出やすいじゃないよ。田中がよくドッキリの番組とか出るでしょ。あ、これドッキリ知ってんなっていう時分かるもん。隠せないのよ。いや、俺はもう矢作さんの最初のブワーって笑ったのもちょっと怪しいと思ったけど。矢作は怪しいの。ああ、俺は最初喋りたくなかったの。喋ると疑われるから。ああ、でも最初にちょっとやっぱ一発いかないと、ね、でもやっぱ自分が人狼だから、こう最初にやっぱこう行くじゃん。あれ、これ小木怪しいな。いや、行かないかも。それなのから来たな。それを矢作さんのふりしてここ攻めたいんだよ、だから小木さんは。ああ、矢作さんがきっかけ作ったから行くよって顔して行きたいのよ。誰をじゃあ人狼だと思ってる、まず。いや、まずだって俺ここでしょ。怪しいので、ここは俺すごい今攻めてたからね、ずっとここが怪しいと、うん、いや、矢作が言うからみたいな言い方してんのよ。ずるいのよそれは。あ、出た。矢作さん安心でやってるよって言い方なのよ。全部おぎはぎのもう今までの仕事のスタイルが全くその、ま、全部矢作が矢作がで、あんたついてってるだけなんだよ。それ言ったら俺は何も言えねえよ。ただやっぱ俺を疑うやつってやっぱおかしいと思う、まず。なんでですか。あ、疑われて、なんで姿勢がこう椅子側に持たれたのかがちょっと気になる。これは今までずっとそうなの。疑われたらいつもこうしちゃうの俺。もし俺が地になったらこうなっちゃうの。疑われた俺がもし、本当にこうなっちゃうの俺が。もし俺が地になったらこうなるから違うのよ。ただやっぱ最初の顔上げた時に一番怪しいのは矢作じゃん、どう見ても。じゃあ、あれはだってオープニングだもん、ね、オープニングで。も矢作俺おかしいって時にすごいそこで俺に対して、うん、こっち来たじゃん。いや、じゃあ矢作さんが、何そこで急に構え出すの。矢作さんがね、谷村さん行くじゃん、それに急に便乗してきてワンワンやるからおかしいんじゃないって言ったら、俺矢作さんまず最初あんま疑ってない。あ、そうなの。うん、俺だけ矢作疑ってんの。
そうだから怪しいんだよ。矢作疑ってるんじゃない？かかってきたんだよな。いや今多分谷村さんは人狼だと仮定して、もう一人の人狼はもうこれ救えないと、うん、今一生懸命否定してる人が僕もう一人の人狼かなと。そうだけど谷村さんの人狼もまだだって確定はしてないでしょ、まあ、そこはまだ決めるの早いから。人狼がバレたと思ったら、俺が人狼だったらやっぱ一緒に攻めるもん。かばったらおかしいから。攻めてる人が今パッと数えて4人いるんですよ、谷村さんがバレた時に。多分ほぼ確定じゃないかなと思うけど、そこの時にね、一回も発言してないのがマギーさんなんですよね。確かに。そんなことないよ、私ちょこちょこ言ってるよ。残り30秒です。声聞いてないよ、このキャット。ちょこちょこ言ってるよ、言ってるよ。私も谷村さんだと思います。耳が赤いのは元々ですか？元々です。白かった、さっきまで。暑いんです。ノースリーブいや、わかんないよ。ちょっと待って、いや、これはちょっと待ってよ。ちょっと待って、残り10秒です。いやー、俺を追放したら本当みんなあれだからね、後悔するから。マジで私、小木さんが怪しいと思う。あー、来た。時間となりました。これより一切の話し合いや誘導を禁じます。各プレイヤー、追放したい人物を1名選んでください。追放会議が終了。話し合いをもとにプレイヤーは追放したい人物を手元のボタンで投票。一番多く票を集めた人物がこの館から消える。全ての投票が終わりました。これより結果を発表します。まず小木さんが追放したい人物はこの方です。では谷村さんが追放したい人物はこの方です。バッチバチだな。怖い。嫌な関係ですね。嫌な関係ね。では松尾さんはどなたに投票したんでしょうか。見てみましょう。確かに。マジで？なんでですか？もう何も言ってなかったじゃん。なんで急に来んの？今怒ってもしょうがない。では残りの6名いっぺんに見てみましょう。どうぞ。ありがとう。やっぱ怪しいもんな。というわけで1日目の朝に追放されるのは谷村さんに決定しました。まだニヤニヤしてるから。終始人狼と疑われていた市民谷村が追放。女優といえども関係ない。これが人狼ゲーム。そして追放された谷村には全員のキャストが告げられる。やっぱりな、田中さんだったか。小木さん、岸か。悔しい。怖いよ俺。恐ろしい夜がやってきました。これより人狼は夜の闇に紛れて市民を一人襲撃します。ただしもし仮にその市民を騎士が守った場合、人狼の襲撃は失敗となります。これよりプレイヤーは夜のアクションを行います。人狼は今夜どの市民を襲撃するか選んでください。占い師は誰か一人を占い、その人物が人狼か人狼ではないかを知ることができます。騎士は人狼から守りたい人物を一人選んでください。そして残りの市民は人狼と疑わしき人物をそれぞれ一人選んでください。役職によって異なる夜のアクション。人狼の渡部と田中はお互いモニターで確認しながら襲撃したい市民を一人選択。その人狼の襲撃から市民を守れる騎士小木は
大悟を守ると選択。夜になると占いの力が使える大吉は田中が人狼だと分かった。さあ今夜人狼の餌食となる犠牲者が決定しました。その人物は Who is the target tonight?さあ夜が明けました。昨晩人狼が襲撃を試みた人物は騎士によって守られました。すごい、すごい、これすごいね。え、本当すごいと思ってる。いやだって八、え、動揺を隠せない2匹の人狼。昨晩人狼はこの先のゲームで脅威となりそうな大悟を襲撃。しかしその狙いを読んでいたのか騎士小木が襲撃を阻止。このように追放と襲撃を繰り返していき、人狼と市民の数が同じになれば人狼チームの勝利。一方人狼2匹を追放できれば市民チームの勝利となる。動揺する人狼を市民は追い詰められるのか。追放会議スタート。いや俺はなんか今のちょっと渡部さんがおおっていうのがあんまなんか嘘っぽい。いやだって騎士が守った、結構確率で守ったってことでしょ。そうよ、何の位置か分かんないけど、やっぱ人狼としてはさ、やっぱこう誰かをね、うん、まあ、追放しようとしたところを守られたから、うん、ちょっと喜ぶのがちょっと遅かったんだよね。みんなが喜んだ後に、おお。いや違う違う、むしろむしろ逆、疑ってたのみんな。どういうリアクションすればいいのか分かんなかった。一番最初に今小木さんがお話を始めるときに最初に顔をこうやってめちゃくちゃ触りながら最初喋り始めました。自分の心をつかせるときはセルフタッチしてここ触るんですよ。だから結構それが強く出てたんで、でわざとやる場合もあるんですけど、今言われて唇が閉じてるんで多分わざとじゃなくて無意識にやっちゃってるはずなんですよ。だからそうすると大変怪しいんじゃないかなって思う。もう言わないでそういうこと。何気ない仕草を見逃さない大悟、この鋭い洞察力で人狼を見抜けるのか。騎士が守ったってなった時に、僕ら芸人は必ずリアクション取るでしょ、やった的な。取ってなかった、取らなかったよね。いやいやいや、取ったって取ったっていうか、もう声聞こえなかったもん。だからあれは声聞こえなかったって。バカだよ本当に。俺は本当にもうじゃあ V もチェックできる V。 できないできない、信じて絶対。俺じゃあ何なの、え、じゃあ何なのよ、じゃあお前は何なんだよ。いや いいんですか言って、うん、いや俺本当に市民ですから、いやだから本当にお願い信じて本当に。俺もう何も知らずにうろちょろしてるだけだから。市民かもしんない。詰められてる。同じ市民なら、うん、やっぱ自然とわーってなるでしょ。ちゃんと俺してないの？言ったよな、あれ。いや、やってたの。だって俺やってたのに。そんな言ってくるってことは。うるせえだお前。確かにここも危ないよ。俺やってたのにそんな言ってくるなんて。リアクション一番見てたのはってことだね。気にしてね。無意識で分かったのはちょっと遅かったのはここ。俺はこっち焼け見てたからちょっと遅いなと思って。ちょっと待ってください。田中君のこんな大声聞いたことある？あるある。本当にもう俺は絶対今のでちょっとすごい怪しんでます。怪しくはね。だって、うん、なんですか俺の右手がプル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 してるのがすごい。これはいつもです。いろんな番組見ててのもう分かると思います。本当にこれは絶対そう。でも助かったってなった時にここ3人はすごいわーってなったんですけど、松尾さんが何にも言わなかった。喋ってないんだよね。喋ってないよ。松尾さん緊張してるんですよ。いやこれね、緊張みんな緊張してるって。ちょっとニヤニヤしてたから。でも僕絶対狙われると思ったんですよ。今一人だけ狙われるわけないじゃん。まずいや違う答えを出す。大放送で何で。いやこの追放会議で狙われると思ったんですよ僕が。え、なんで、どうして。前の晩に僕だけ田中さんを指してたじゃないですか、うん、みんなと意思が違うじゃないですか、うん、
だからみんながなるほどね、そこで僕も人狼でここが仲間って思われるんじゃないかって思って、うん、ああ失敗したなと思ったんですけど、ただ僕はなんで田中さんさせたかっていうと、うん、パッて最初に役職決まった時に顔を上げてチラッとだけ大悟さん見たんですよ、うん、え、うん、多分分かんないですけど、嘘つくのがもしかしたら下手な人やとしたら、うん、無意識にすごい見抜きそうな人をチラッと見てしまったんじゃないかな、いや俺それだとしたら大悟さんは絶対見ないと思いますよ、もう見透かされる可能性ない、逆に騎士が誰を守ったのかっていうところからもう結構探れる可能性はあります、うん、多分僕は結構狙われやすいと思うんです、なるほど、そういう見え方なので、それを考えて騎士の人が僕守ったんだったら、うん、可能性はありますよね。でもさっき市民って言っちゃった、市民、自分の市民、騎士だったら騎士って別に言えばいいですからね、そしたら騎士の線は多分ないわけ、でもね、騎士が騎士で狙われちゃうからね、言っちゃうと、うん、だから市民だろうが人狼だろうがなんか田中めんどくさいから排除しようか、待ってそれは本当に大ピンチになるよ、田中さんに市民排除したらもうやられちゃいますよ、残り1分です、絶対やばいやばい、そんなことしてる場合じゃ時間ないよ、俺はこの中信じられるのはもう大悟くんだけ、これはもう今までずっと言ってるのは人狼の発言じゃない、全部がね、確かに人狼ここまでね、いやでもそれも大悟くんだか分かんないよ、そして人狼と濃すぎない、で結局すごいだからそれが怖いの、これだけペンでこうやってあだあだっていうのは、だったらすごいよ、いやそれすごい、俺は絶対趣味だよ、残り10秒で人狼だったらちょっと恐ろしいよ、いや誰もリアクション遅かったよ田中君は、本当にリアクション本当に早かったですもん、時間となりました。これより一切の話し合いや誘導を禁じます。各プレイヤー追放したい人物を1名選んでください。難しいな。全ての投票が終わりました。これより結果を発表します。まず渡部さんが追放したい人物はこの方です。やっぱ、うん、やっぱそうだよね。ではその小木さんが追放したい人物はこの方です。ね、ここ仲悪いからね、もともとね、もともとだから、もともと自分に持ち込むね、別の話です次はマギーさんの投票結果を見てみましょう。分かれたね。割れるね。大吉さんの投票結果です。割れますね。そこ。割れない。割れるな。なんでだろうな。今度は矢作さんと松尾さん、2人同時に上げてみましょう。そう、うん、大悟さんもそういくと思ってみた、ここもそういう関係、そうだから、うん、前ちょっとあったからいろいろみんなやっぱ引きずってんだねこのゲーム来る前にでは残る2人の投票結果同時に見てみましょう。ああやっちゃったね。というわけで2日目の朝に追放されるのは小木さんに決定しました。あ、ちょっと何なのよ、市民だったのになんであんな食べ取んの渡部さんでしょ、ほら絶対渡部さん取った。あ、田中意外だったわ。騎士だったんですね、小木さんは。騎士で大悟さんを守ったの、まあ、だから大悟くんは市民だってことをすげえ俺言ったのよ、はい、気づいてくんねえの気づかれて俺を刺して何がメンタリストだよ自分たちの投票で騎士小木を追放した市民チームにこの後人狼が襲いかかる。騎士小木がいない市民チーム、無防備な状態で人狼2匹と戦えるのか。うーん、恐ろしい夜がやってきました。これよりプレイヤーは夜のアクションを行います。人狼は今夜どの市民を襲撃するか選んでください。占い師は誰か一人を占い、その人物が人狼か人狼ではないかを知ることができます。
騎士は人狼から守りたい人物を一人選んでください。そして残りの市民は人狼と疑わしき人物をそれぞれ一人選んでください。この夜大吉は大吾を占い人狼でないことを確認。さあ今夜人狼の餌食となる犠牲者が決定しました。その人物は Who is the target tonight? さあ夜が明けました。昨晩人狼の餌食となってしまったのは大吉さんでした。人狼の襲撃を受けたということは大吉さんは人狼ではなかったということになります。ね、占い師で最初田中見たの、うん、そう、あ、それで人狼してたんだ。そう、言うタイミングないよね占い師。うわマジかよ谷村さん、これも同じリアクション。これはわかんないよ。もう一人消えたと思ってるもんね、こっちはね。小木、大吉とゲームの勝利に必要な役職2名を失った市民チーム。この追放会議がとても重要となる。それでは追放会議スタート。怪しんねえな。人狼じゃない。すっごい怪しいんだよ。でやっぱあんま関係ないところだよね。大吉さんがさしたのは田中さん、ね。俺だったから。でもそれをだからどう取るかだよね。俺が悪いのか、俺が悪いって言ってた人を倒すと絶対バレやすいから。人狼っていうことは。そうそう。そうかそうか。ああそうなるほどね。で犬っていうこと。これもし負けたとしたら全部谷村さんのせいだよ。え、私だって一人狼消えたと思ってんだろこっちは、うん、あ、そうなんだ。誰一人思ってないですよ。あと2、あとこのね、残りのね。嘘、これ矢作にかけるしかないな。私これ今後どうしたらいいの。全部外れてたらどうしよう。まだ2人人狼いて。うわ、怖い、そうですね。可能性あるんでしょ。 ありますね。いやダメや、すげえ分かる。疑われてないの誰だっけ。マギはね絶対俺の目が合うとパッて一瞬そらすのよ。でも私人狼じゃない。臭いんだって絶対人狼じゃない、誰。さっきちょっと本当にちょっと好調してたの何だったの。そう、何最初なんか話、最初の話題の時にポッと本当にそれは誰が見ても赤くなったのよ、うん、あれは何だったの。多分みんなに一斉に来られたからびっくりしたんだと思う。でも今もみんなで一斉に見てる。そうだよ、今ちょっと慣れてきましたこの現場の雰囲気に。疑われる雰囲気。うん、誰を狙ったのかを考えれば分かりやすいですよね。なんで博多さん狙ったんだっていう人狼が。だそこがどう考えるかでしょ、ね、直接か間接か、間接っていうか、人狼が2人いて、後ろの方の人狼が意思決定をするはずなわけですよ、うんうんうん、ってことは多分前半の人が人狼だった場合はそれに従うのか従わないのかは分からないわけです、うんうん、でもし万が一2人残ってたらマギーさんが人狼の可能性は非常にあると思うんです、うん、なぜかというと前半で誰かが選んだのに、うん、そのまま同調して押してる可能性があるわけですよね、うんうん、だからその可能性は確かにありますよね、うん、だから1個あるのはだからとは田中を疑わせるために人狼が唯一攻めてた大吉さんを言ったっていう可能性も、うんうん、なるほど。そうムカつくな田中の顔。人狼だと思ってみると本当ムカつくね。これこれなんか守りそうもないよね誰も。騎士が大吉さんのことを、うん、確かに絶対にいけそうな人を、そっかそっか、落としてっていう、落としていく。騎士だった可能性もありますね。でもね、騎士だった可能性もあります。あ、そっか。なんかそんな気はちょっとだけしてた。騎士だった騎士だったかもしれない。あ、本当、うん、怪しいな。もう何言っても怪しく聞こえてきたよ。俺怪しく見えてきた。これ最初もしかしたら2人女の人だったのか。
谷村さんと。あ、私本当に違うんだよね。いや、それ以外の本当に違うんだよね以外が全然出てこないよね。そう、なんか人間って、人間ってあれなんですよ、嘘をつくと口の中が乾いてきて下がペロって出るんですよ、ね、5回ぐらいやってるんですよ。ずーっと気になってしまう。ペロペロしちゃってる、ペロペロしちゃってる。笑いながら言う人は本当に違う。ほら、まだやった。じゃあ唇が乾く癖があるんです、いつも。違いすぎなんだよ。大吾さんのあのアドバイスで混乱するよね。混乱する混乱する。全然間違ってんだもん。ちょ待って、誰人狼何なんだよ。これ意外に分かりやすかったかもしんないわ。なんで攻められてるの。言ってたのよ。本当に違うんだよね。もう俺はもう絶対自信がある、マギ。うわ、仲間なのに。お、私だって人狼じゃないと思う、ヤギさんは。もうずるいね、その。なんで？ダメだよ、そんなことない。だからそれを好きになっちゃうもん。それ好きになっちゃう。人狼じゃないもん。それ好きになっちゃう。だって可能性あるのは田中さんでしょ。一回追放さ、あの餌食に。残り30秒です。え、餌食にして。でも違うでしょ。だからどっちかが人狼なんだよ。だって最初からさ、小木さんも言ってるし、うん、渡部さんかもしれないって。渡部さんはね、違うんだよ絶対。え、てか占い師がいるんですよね。占い師はその誰が人狼じゃないかっていうのは毎回見てるんですよ。残り10秒。占い師もやられちゃったんじゃない。可能性もある。占い師俺残ってたら言うと思った。この人数だったらここもう占ったんですけど、こいつだって。うわ、時間となりました。これより一切の話し合いや誘導を禁じます。各プレイヤー、追放したい人物を1名選んでください。後がなくなった市民チーム、果たして人狼を追放できるのか。緊張の開票。全ての投票が終わりました。これより結果を発表します。まず大吾さんが追放したい人物はこの方です。おお、うん、そうなんだ。はい、ね、続いて矢作さんが追放したい人物はこの方です。変わんないんだ。うん、どう考えてもなんだよね。でもこれも全て谷村さんのせいだからね。谷村さんが人道ってことからの全部つなげていくとこうなるってこと。同じことを向こうで何回も言われると思いますけど。全部谷村さんのせいです。全部こうなったのも全部そう。すごい罪悪感。一方のマギーさんが追放したい人物、この方です。まあ確かにね。では残り3名の投票結果、同時に見てみましょう。私じゃん。というわけで3日目の朝に追放されるのはマギーさんに決定しました。ここで人狼チームの勝利が決定しました。おめでとうございます。このゲームの人狼は渡部さんと田中さんです。いや今回紛らわしいわ。だって疑われた時のさ、なんでもっと強く否定しないんですか。いや、ごめんなさい、言えばよかったんですけど、その稽古場で練習した時に、うん、もうかなり下手くそなんですよ。いや、やっぱり緊張があったからちょっとなかなか口が悪くなって、裏ですごい説教したからね俺。このせいで負けたんだよ。てへーみたいなことでしょ。てへーじゃ歌われちゃう。ごめんなさい、ちゃんと秀さん、ナイスヘラヘラと思って見てたけど、人狼怖いリアクションだし。いやいや、だからてっきりね、僕は田中君はもう見破ったんですよ、実は占い師。ああ、見破ってたんだ。そうです。もっと強く田中さんって伝えてくれないと。だからそこのタイミング難しいんだよ。これ間違えると絶対僕やられるんで、俺は大吾くんを守ってるから市民だっても俺は絶対知ってるわけじゃん、守ってるから。だから市民だよねってすごい俺言ってた。確認して。そしたら小木って書いてる。いや、俺を追放してるのこの人。意外と俺からの助け舟をさ、利用してるのよ。顔を触るとか、ここばっかりなんですよね。一応な
助かった、だいぶ助かりました。考えたらなんだそのミスリード。俺守ってる人にやられてんだよ俺。いや意外と難しいですねこのゲームで。何が意外と難しいだよ。何を言うんだよ。大悟さん言うこと全部外れてた。これもうダメ、今度からもう普通の人だよ、もう普通の人。この後第2バトルで女優谷村が涙。この館で信じられるのは自分だけ。人狼第2バトルスタート。プレイヤーの皆様にはこれよりキャストをランダムで決めさせていただきます。まず矢作さんのキャストはこちらです。そして谷村さんのキャストはこちらです。長いな。渡部さんのキャストはこちらです。松尾さんのキャストこちらです。小木さんのキャストはこちらです。マギーさんのキャストはこちらです。田中さんのキャストはこちらです。クソ野郎、クソ野郎、あ、人狼だ、人狼じゃないじゃん。大吉さんのキャストはこちらです。そして大吾さんのキャストはこちらです。なるほど、うん、第2バトルは芸人一ポーカーフェイスな小木と演技派女優谷村が人狼に。それでは追放会議スタート。そうそうそう、うん、さあどうしましょう。なんか顔では全然ね、そう顔では分かんなかった。何回も確認しなかった。今この後に違うこと考えてました。うん、違うこと考えてました。確認した。市民だったらまあもう1回目で2回目はないよね。だから正直言うと人狼がやりたかったなって思ったんです。松尾さん嘘つかないです。どうした？惑わされない方がいいかもしれない。ここちょっとね。いやだから人狼やってなんか騙したかったんですよ人をね。でも市民やったから、市民俳優としてね人狼役をやってきたかったね。そしたらなおさら確認必要ないですよ。いや今確認してないです。だから下向いてたんです。何回見てたよ。下向いてたの。考えてたの。見たのは1回しか見てないです。もうあとはがっかりしてたんです。でもすごい気持ちは分かりますよ。分かるでしょ、うん、何の役職もねただの市民だと、うん、ああみたいな。そう、どうしたんですか。どうした急に。どうしたんすか急に。大吉さんゲーム始まったからみんな分かった。当たり前のことそんな同調しなくていいですよって、ね、どうしたんですか。どうもしてないですよ。私は人狼に入ったから、うん、ゲームとして、うん、多少なりとも呼ばれたからには喋ろうかなもう簡単何なんだろう。簡単じゃないです。簡単じゃないです。本当に簡単じゃないです。だって私市民です。ちょっと松尾大吉さんでいいんですね。違います。大好きです。でもかばったら疑われると思いません。まあ、僕らピュアなんですよねきっとね、うん、そういう結論そこまで考えてなさそう。ポロッとね。ただ言っちゃっただけって気もしなくもない。最初の直感が大体正しそうですよね。こういうのあ直感一番最初の直感が直感誰ですか。直感ですか。あ僕とりあえず田中さんそれはじゃあ決めましょう。第一印象だから人間としての見た目ですから決めよっか。いい、ね、一番化け物に近いだけですから。 いやおかしい。絶対ほら皆さん一気に不利になるから。いやいやこれちょっといいですかみたいな。もう今言って。いや違うんですよ。俺今また試したんです、ね、田中さんを攻めた時に味方だけは絶対攻めないはずなんですよね。だから、うん、人狼の人ほど喋んなかったはずなんですよ、うん、そう、うん、そう、うん、俺はそれ分かってたよ、はい、今まあこのサイドの2人、うん、これやっぱりマギちゃんもそうですよ。そうね。谷村さんが打って変わって全く会話しない。なんで私に言うんですか。すごい気になるんですけど。違います。違います。それは違うんだよ。そんなテンション
り否定しなくていいよ、まあ、なんとなくの感じだから分かれんだよな、大悟さん。でも、はい、いいですかいいですかってまとめようとして、うん、それを田中さんが攻めた、それを矢作さんがすごい守ったから、うん、ここが人狼かもしれないっていう、ものすごいそこを守って見えた、うん、やったよねって。それはないね。でこういう話をしながらしめしめと思ってる人がいるんじゃないかって思っちゃうんですよね、うん、まあそれはいるよ、2人いるからね、うん、しめしめと思ってる人はいるよ、誰かに矛先が行くのが一番嬉しいんだから、やばいと思ってる人もいるかもしれないね、やばいっていう人狼を責められて、ね、あれちょっと難しいぞ、難しいんだ、難しいな。ちょっと渡部さん話がちょっと少なくなったなっていう感じです、それはなんかもっと喋ってこい、残り30秒です、やばい時間ない、もうこれちょっと手がかりなさそう、手がかりがない、喋りもないんだよね、手がかりがない、どうしようどうしよう、人狼誰、いや人狼は絶対俺だけはやめて、本当にそれだったら見た目でやったことになっちゃうから、本当に これくらいの声の大きさだったら多分時間となりました、これより一切の話し合いや誘導を禁じます。各プレイヤー追放したい人物を1名選んでください。今回本当難しいわ、難しいね、うわちょっとね、敵だったな、大体でも疑った人じゃない気がするんだよな。全ての投票が終わりました、これより結果を発表します。ではまず谷村さん、追放したい人物はこの方です。なんで？なんでですか？急に。このね。松尾さん。松尾さんにめちゃくちゃ信頼を置いてるってわけ。では大吉さんが追放したい人物はこの方でした。これなんか殺気を感じる一番。もう分かんないから感覚でなんとなくで。続いて小木さんが追放したい人物はこの方です。もうこれもだから全然見当つかないから。続いて渡部さんと矢作さん同時に見てみましょう。ちょっと手がかり的に。そうちょっとね。分かんない。残り4名の投票結果も同時に見てみます。バカだな。というわけで1日目の朝に追放されるのは渡部さんに決定しました。いや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 、もう怖い、これもう怖い、これもうすごく絞れたね、すごく絞れた。渡部は占い師の能力を使うことなく追放され、第2バトルは波乱の幕開け。うわ、追放者にはプレイヤーのキャストが明かされる。うわ、谷村さんはもうちょっと様子も生つばごくごく飲んでたんで、占いで次当てようと思ってたんですよ。うわ、なるほど、バカだな、もう俺占い師だから口数が少なかったんだよ。恐ろしい夜がやってきました。これよりプレイヤーは夜のアクションを行います。人狼は今夜どの市民を襲撃するか選んでください。占い師は誰か一人を占い、その人物が人狼か人狼ではないかを知ることができます。騎士は人狼から守りたい人物を一人選んでください。そして残りの市民は人狼と疑わしき人物をそれぞれ一人選んでください。役職によって異なる夜のアクション。2匹の人狼は互いにモニターで確認しながら襲撃する市民を決定。その人狼の襲撃から市民を守れる騎士マギーは大吉を選択。さあ今夜人狼の餌食となる犠牲者が決定しました。その人物は Who is the target tonight?
そこなんだ。あっそう。さあ夜が明けました。昨晩人狼の餌食となってしまったのはマギーさんでした。あれ、人狼の襲撃を受けたということはマギーさんは人狼ではなかったということになります。渡部に続き騎士マギーが人狼の餌食に。1日目で役職を失った市民チームはこの後どう戦う。では2日目の朝、追放会議の時間です。それでは追放会議スタート。マギーさんって疑っ、いやだから誰にも疑われないように一番無関係なとこに行ったパターンでしょ。あ、多分そうだと思う。そう、手口だとしたら、ね、例えば松尾さんが人狼だとしたらちょっと攻めてた人、俺とか、まあ、渡部さんいないけど方が怪しいから無関係な人行ったって。あえてね、あえて、そこで行かずに。あえてで言うなら今マギーさんを一人追放しようとしたのは小木さんだけじゃないですか、うん、でこれ小木さんが仮に消したら怪しまれすぎるじゃないですか、うん、だから普通消さないじゃないですか。でもあえて消すっていうこともあるわけですよね。ああ、俺をかばってるようで俺を責めてたわけだ今ね。そっか、そうだね、それもあるの、ね、え、今さ渡部さんって出した人さ、はいはい、はい、あれなんであそこ絞れたの？なんで渡部さんだろう。いや本当にあの不動票です。だから本当一票の重みを今感じてる。そうでしょ、渡部さんそんな今のなんとなくで押してバラけるだろうなと思った。まだ大吉さんはそれでいいわ、なんとなくで、うん、おかしいでしょ、なんとなくでは。いや僕なんとなくなんかあるなと思ったんですよ。じゃそんな同じノリでいいんですか、メンタリスト。そうだよ、そこは確か欲しいよ。こと、いや、まあ、口数圧倒的に少なくなったんで。確かに少ない。それは変だなと思ったんだけど。いや渡部さんを邪魔だよね、一番やっぱさ怖いよ。そう、先にやっときたいけど。確かに渡部さんも冷静にずっと見てたからちょっと怪しいなと思ったんですよ、うん、今の俺は渡部さんは、俺は渡部さんは絶対違うと思ってたの、人狼じゃないと思ってたの。だから渡部さんをした人が人狼だと思ってるの。だからこの4人よのどれかや誰か。そう、ここは絶対違う、違うと思ったよ俺。やばい、これいっちゃうな、ね、人狼多分誰も向いてないもんね2人に、うん、でも谷村さんやっぱ女優さんだから、うん、そうね。でしかもこのキャラ作り上げたから、もうここまで、うん、これをね言うと逆に疑われるかもしれないけど、やっぱ言わなきゃ気が済まないんで言っていいですか。いいです。マギーさん追放された時に、うん、みんな驚きですよ、うん、顔のリアクション、うん、松尾さんだけねしめしめみたいな顔、うわ、ブロックされなかったというようなお顔でした。私はこの席なんで見てました。ああ、うん、はい、あ、もうダメだこりゃ。僕じゃないですよっていうか、え、好きやったのに。ああ、いやだから疑ってはないけども、うん、人としてというか、うん、正しいリアクションがあれか。だって本当になんかちょっと舌なめずりするような感じで、しめしめ、ね、こう谷村さんの方チラチラ見てたんで、うん、あれと思って。大体こうやってみんなの疑いが集中すると違うところにいるんですよね。少なくとも2人もしかしたらいるかもしれないわけだから、まあまあね、今1人がニヤニヤと思ってるか、助け船を出すか出さないか、うん、ここはさ、助け船出さないんだよ、うん、かばったよね一瞬ね、だけど一瞬だけ嘘つかないって、うん、あれがよく分かんないんだけど、多分あんまり喋ると、私があんまり喋るとバカみたいになるバレる、逆にバレちゃうんじゃないかなと思って一回、多分渡部さんが違ったら今2人残ってるはずじゃないですか、人狼2人残ってるはず、まあね、違った場合です。もし渡部さんがそうだったら確かにフォローがないのは分かるけど、もし渡部さんが狼じゃなかったとしたら、うん、今攻められてる時に誰も助け船出さないのは不自然だから、他のところの2人がいるはずなんですよね。そうだよ、正しい、本当そうなの、そうなの。いや、いいとこまで行くんだけどね、大吾君肝心なとこで間違えてんだよね。これは、うん、普通に不思議だったもんね、こんなに。いや俺も不思議だった、うん、なんか欲しだから欲しかったよね、その理由を、うん、なのに何もないでしょ、うん、ないよ。そうですね。なんでなのそんな、なんか今そこに話も受けようとしてる小木さん、ちょっと怪しいなって今思ってます。やっぱマギーさんって出してたし、うん、ここはちょっといろいろありますよ。俺のね、マギーさんは実は俺の一票が重くならないために疑われてないところに一回行ったの。え、うん、だから誰も分かんなかったでしょ。でここ全然だから誰にも、そう、一票がでかすぎちゃうじゃん、うん、で渡部さんはさすがに行けないの俺はもう、うん、行っちゃいそうな、なんかみんな怖がるからね。いや今すごい小木さんおかしなこと言ってるよこれ。変だよ、辻褄合ってないもん。
いやでもやっぱ臭いんだよな松尾さんは。いやうさん臭いのはもともとなんですよ。でも最初ここ、ここが万が一ここ2人が人狼だったら助け目出さないのは何となく分かる気がしますよね、うんうん、まあまあね、うん、怪しまれちゃうから。そうだから下手に喋んない方がいい。もう喋んないこれ下手に喋んない方がいいの選んだでしょ、うん、残り10秒です。あと黙秘ですからね。黙秘来たよ黙秘。ほら黙秘人狼。え人狼人狼違います。どうもどっちなの。時間となりました。これより一切の話し合いや誘導を禁じます。各プレイヤー追放したい人物を1名選んでください。マジかよ。柳木さんどっちかな気もするんだよな。分かんないんだよ怖い。きてえな松尾さんじゃないと思うんだよな。でもなんせ谷村さんは分からない。全ての投票が終わりました。これより結果を発表します。まず小木さんが追放したい人物はこの方です。まだ決定力はないけど続いて松尾さんと大悟さんの投票結果を同時に見てみましょう。あえての。ほうほう怖いとこ来な。出てる。今度は田中さんが追放したい人物この方です。谷村さんの投票結果こちらです。なんで急にどうしたろう。それでは残りの皆さんの投票結果一斉に開けます。というわけで2日目の朝に追放されるのは松尾さんに決定しました。松尾さんね相方が悪かった。一瞬見せた表情が命取りとなった松尾。市民チームが人狼2匹に追い込まれていく。ちょっとお待たせしました。やばいのよ。うちら2人とも役職あったんですよ。やばそうやったんや。ねえ。うわもうやばい。役職が最初消えて。そう。小木さんもなんか大悟気づいてんだけどね小木さんに。でも決定権が小木さんにあるのは強いですよね。このコンビ見えてるからね、うん、恐ろしい夜がやってきました。これよりプレイヤーは夜のアクションを行います。人狼は今夜どの市民を襲撃するか選んでください。占い師は誰か一人を占い、その人物が人狼か人狼ではないかを知ることができます。騎士は人狼から守りたい人物を一人選んでください。そして残りの市民は人狼と疑わしき人物をそれぞれ一人選んでください。人狼の襲撃を阻止できる騎士がいない夜、この中の市民が必ず餌食になる。さあ今夜人狼の餌食となる犠牲者が決定しました。その人物は Who is the target tonight? 怖かった田中。怖かった俺かの声。夜が明けました。昨晩人狼の餌食となってしまったのは田中さんでした。人狼の襲撃を受けたということは田中さんは人狼ではなかったということになります。小木さん谷村さんじゃないですか。おあ正解です。やっぱりしかも僕役職だったんです。そういきなり、だから思いつきの変なのでもうやっちゃいますのよ。最初な分かんなかったな。田中が餌食となり残るは人狼2匹市民3名ということはこの朝人狼を追放できなければ市民チームは負けとなる。
村さんだと俺すごい顔見ちゃったんだよ。松尾さんがね、うん、選ばれた時に、はあ、私それどうせないのっていう顔したの。確かに。なるほどね。結構涙目は涙目。はあ、ちょっとでも確かに一人残されたらもうたまったもんじゃないじゃん。終始表情がもう火曜サスペンスの終わりの方です。うん、もう自白寸前ですよね。そうですよ。はい。だからもう辛いね。今これ一人で。分かんないんだよ。はい、はい、全部はいだよ、うん、はいだからこれでね痛い目に遭うこともありますから、あるんだよこれで違うってことあるから。今のセオリーでいくと田中は何か言ってたの、うん、そういういや今行かれる、いやだから俺はもう谷村さんだと思ってるから、もう谷村さんわけわかんねえから多分田中押したんじゃないかな。もうわけわからず田中に、まあまあ対面、うん、対面ですからね。そう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 、目つぶってえいみたいなもんやぐらいの感じだと思うだから、まあ、正直そんな深く考えなくていいような気がするんだよね。まあここ消した方がいいね、素直に、うん、ストレートにいけるか。一回谷村さんも行っちゃった方がいいと思う。通用した方がいいな、うんうん、でも2人残ってたらやばいですけど、まあ、今これ2人残すと本当にやばいです、うん、どうだろう。だって渡辺さんは違うと思うの。俺ね、俺も違うと思う。やっぱ松尾さんも実は違ったのかなって。どっちかでしょ。松尾さんもそうだと思うんだよね。確かにかばったもんね最初に。かばったし、でかばってすぐやめたもんね、もう言うことを。そう、急に口と出したもんね、かばった後。そう、責められて、うん、来た。あー、味方ね。変な顔になっちゃった。味方でしょみたいな。それでショック。あれみたいな。あなた味方じゃないのみたいな顔になっちゃった。たださ、今攻められてて見てたら、うん、殺す人狼だったらやっぱ矢作消さない絶対。さっきからずっと。いやだから俺って言ってたよね。矢作だって言ってたし。俺押してたよね。うん、残り1分です。もう動けなくなっちゃったんじゃないかなと思う。でも田中行っちゃう？いや分かんないですよ。逆に矢作さん押してたけど、もう一人狼が後ろにいて。田中さんを押した可能性もあります、ね、2匹いたら、そう、うん、2匹いたら後ろが意思決定持ってますから、今どんな気持ちなんですか。どんな気持ち、今どんな気持ち。まだ言えない。2体残ってるとしたら多分僕は多分谷村さん確定のあと小木さんじゃないかなと思うんですよ、まあ、そうだ、分かんない。そうなっちゃったら俺まず大吉さんもよく分かんないまだ、うん、いやもう僕はこれでもし谷村さんが人狼じゃなくてこの3人のうちの誰かなら人間欲しいんですよ、うん、まあね、こんなことないもん。ちょっとね、これはただ谷村さんってね言いづらいけど終始この感じだから。そうなんですよ、ね、そうなんですよ、究極のポーカーフェイスなんですね、うん、何度も裏で言っていいのかなっていうの。怖い、みんな怖い。残り10秒です。え、怖いの。怖くないです、みんな。でもさ、みんないい人。谷村さんがね、もうなっちゃいちゃうよ。テンパっちゃってる。どうすんのこれ、どうすんの本当に。でどうすんの。逆にないかもしれない。時間となりました。逆にこれより一切の話し合いや誘導を禁じます。いやでも各プレイヤー追放したい人物を1名選んでください。もっと消すべき人が先にいそうな気がする。2人残ってると仮定したら。いやちょっと待ってよ、まあ、でも次消せなかったら終わりですもんね。いや分かんねえな。小木さんどうすんだ。小木さんの立ち回りだね。葛藤ありますねこれ。この投票で人狼を追放できなければ負けとなる市民チーム、小木か谷村を見抜けるのか。この投票で人狼を追放できなければ負けとなる市民チーム、小木か谷村を見抜けるのか。全ての投票が終わりました。これより結果を発表します。それでは谷村さんが追放したい人物はこの方です。そうだね、俺やっぱ一番。そして矢作さんが追放したい人物はこの方です。いやもうそうじゃなかった。ちょっと今度は小木さんが追放したい人物、この方です。逆に、いやいやこれは、はっ、わっ、ちょっと、ほら、あ、気づいた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 、分かった、はい、バレちゃった、もうバレた、気づいた、気づいた、そうだよね、うん。残り2名の投票結果同時に見てみましょう。あ、そうだよね。というわけで3日目の朝に追放されるのは谷村さんに決定しました。人狼の追放に成功した市民チーム、
そして矢作は小木の正体を見抜いた。いいんだよね、これで終わんだよね。恐ろしい夜がやってきました、残ってるんだ4人の中の1人。人狼はあと1匹残っているということになります。どれか3人のどれか1人。マジでやっちゃったね。それでは各プレイヤー順番に夜のアクションを決定してください。マジでどっちなんだ。矢作さん気づきましたからね。気づいた、はい、だからあって言って矢作さん潰しに来ると思うけどな。さあ今夜人狼の餌食となる犠牲者が決定しました。その人物は Who is the target tonight?夜が明けました。昨晩人狼の餌食となってしまったのは矢作さんでした。人狼の襲撃を受けたということは矢作さんは人狼ではなかったということになります。これは矢作を餌食にした人狼を置き、この選択がとんでもないドラマを生む。残るは市民の大吉、大吾、そして人狼の小木。最後に笑うのは残るは3名。最後の追放会議が始まる。では4日目の朝、追放会議の時間です。この追放会議で全てが決します。市民は最後の人狼を見抜けるのでしょうか。それでは追放会議スタート。これは完全に仕込まれてますよ。これはいやもう驚きの結果ですよ。いや俺もですよ。これは僕一番最初でも多分今だったら谷村さんが狼だったってことですよね。今までの人の中だった多分そうなんだね。でいうことですよね、うん、だとしたら、松尾さん狼じゃなかったってことになるはずなんですよ、ね、です。渡部君もそうです、はい、そうですそうです。で、まあ、渡部さんは違うとして、じゃあ松尾さんと小木さんがずっとやり合ってたじゃないですか、うん、最初掛け合ってて、うん、ってことはどっちかだなと思ったんですよ。で松尾さんが消えた時に、はい、あこれ谷村さん消えて亡くなってたら小木さんは無実だなと思ったんですけど、はい、こうぶつかってですよね。で、はい、小木さんだったじゃないですか、はい、でここが消えてっていうと、はいかなって思うんです。いやそれは本当にセオリー通りすぎて、はい、完全に俺に仕組まれてるような仕組まれてるような感じなの。いや無理じゃん。ここでもどう、はい、もう無理だよ。でもどっちか一人味方につければいいからね。小木さんも俺は普通にね、谷村さん選ばなかったのは最後に、まあ、この3人で、うんね、大悟くんがこの3人が怪しいみたいになったでしょ、うん、最後いや違うなって言ったでしょ終わる直前に、うんあれってなって、うん、あもしかしたら矢作なのかなと思ったので、ここは多分市民だと思ってたの俺、うんうんうんね、市民の人が予測して、はいうんうん、谷村さん違うって言い方したし、うんうん、でももう残り俺矢作しかないと思ってた。で矢作をしたのね。まずそれ一つ、うん、で、まあ、その後は分かん、まあ、そしたら俺自然的にこうなるけども、で俺がもしなったとしたら当たり前すぎないこれ。このゲームはですか。このゲーム、まあ、確かにそれはそういう時間なのよ。そういう時間なのよもう。でもこれは小木としてみたらそれは大吾よりも、うん、あの大吉さん説得した方がいいよね、うん、もう大吾は無理だよね、うん、論破できないよね、うんうん、なんか簡単にやりすぎな感じはすんだよね俺。あの大吉さんが、うんまあ、皆さんご存知の通り私はもう市民ですから、うん、もうこの二大政党のどっちに一票を入れようかとね。いや俺は市民だし俺はさっきのことは全部ここを信じてやったから、うん、ここは俺市民だと思ってるの。僕がでも残りどっちかが狼ってことになっちゃうんですね。それまあ俺の言うのね。そう。分かってないんだ。そうでしょ。いやこれはこれでメンタリズム。メンタリズム。ボンミスだよ。メンタリズムひどいな。この分かりやすい二択を間違えたら、ね、終わりだぞ大吾。しすぎ。ただ俺はここは絶対ない。ただそれちょっとね票が割れましたから、小木さんと我々の意見が一致しないとこがあったんで。あれは俺だって大吾くんのことを信じて。
そんなに嘘が上手くないはずなんですけど、残り30秒です。そりゃそうですよ、はずなんですけど、でもこの展開は、ね、結構逆に怪しいような気もするんですよ。完全俺じゃん、ね、いやもし俺じゃなかったら俺だよって思っちゃうよ俺が、もしその、うん、そっち側の意見だったら完全おきだよ、うん、これは簡単すぎでしょ、人狼のやり手口として。そうね、これは、うん、残り10秒です。ちょっと待ってね、うん、でも今の笑い方はちょっと違う気がするんだよな。いや簡単に認めちゃうから今。そうね、だってもしだって僕が市民だっていうふうに主張するんだったら、自分が市民だったら攻撃時間となりました。これより一切の話し合いや誘導を禁じます。ですよね。そうね、大悟さん戻ってきたんじゃない。いや大丈夫でしょ、大丈夫でしょ、これはやったら終わりだよ大悟ちゃん、これやったら終わりよ、終わりだよ、終わりだね、マジで切ってきたから俺は。これは難しい、これはもうやばいでしょ、ここはもう勝負だよ、ここは大悟くん、これは難しいな、負けるよ。いや難しくないよ、いやもう八木さんに入れてる時点でもう確定だよ、確定なんだから、そもそも小木さんなんだから、あれ小木のミスなんだから、そうそうそう、俺入れちゃうのは、そうそうそう、あれ本当は谷村さん言ってもよかったね、そう言ってもよかったね、絶対よ、いやー本当にこれは勝とうよ、勝とうよ、俺頼むよ。全ての投票が終わりました。バラバラに結果を発表します。そこは信じた。まず大吉さんが追放したい人物、この方です。いやもうそのままやけど、もうこうやもう順番でいくと、どうかな。そしてや小木さんが追放したい人物はこの方です。まずそこも多分そこしかない、こんな善良な市民をよく、嘘でしょ大悟さんマジで。いやここですよ、大悟さんがどっちに来るかよ。どっち、それでは、俺もしてる、あーごめんなさい。大悟さんが追放したい人物はこの方です。大悟の一票で勝負が決まる。果たして勝つのは人狼か市民か。大悟さんが追放したい人物はこの方です。あもういやバカだな本当に。というわけで4日目の朝に追放されるのは小木さんに決定しました。市民チームの勝利が決定しました。おめでとうございます。見事人狼を2匹見ることに成功しました。あー迷った、最後やった。今回のバトルを振り返っていかがでしたか。バカだね本当に、まあ、最大のミスを犯したけどね、うん、最後でしょ。だ俺をやっちゃダメじゃん、うん、だけど谷村さん言ってたら分かんなかったよ、うん、いや俺はセオリー通りにもう俺が人狼っぽくあえて最後やったの、あれやはり消したのは最後のでもトークの時に今まで結構散々いろいろやらかしたじゃないですか僕は、うん、だから褒められるはずがないのに急に褒め始めたんです、うん、大悟くんの最後の大変だったのは分かるよ、相方が谷村さんだから大変だったのは分かるよ。そう、でも最後の谷村さんは人狼をやってみていかがでしたか。辛かったです。すごい辛そうだった。あれは作戦だったの、なんかみんなのこと好きなんでどうしたらいいか分かんない。本当にいい子なんだね。ゲームだからまあね、きつかったでしょ、だから一人はきつかった。でもやっぱ人狼この人は分からないから、確かにね、人狼ともねやっぱ限らないから。泣きそうになってるすいません、つらかったね、ごめんなさい人狼なんて、ね、もう誰なんだこのゲームに出したのね。騙したくないんだから。そうだよ、誰だよ人狼もどっか連れて森の中連れてって一緒にパーティーをやってますから。何のあれもないで、そうだったよね。だってでもすごい皆さんいい人です。人狼で泣きすぎ、すげえ過酷なゲームみたいな。大好きになりました。そんな要素はないよ。皆さん
今夜はとても白熱した人狼ゲームでしたが、いかがでしたか？面白かった、面白かった、面白かった、面白かったね、いろんなパターンも増えたんですよ、ね、黙秘する、はい、これはもう革命ですよ、このゲームが。最後まで追い詰められなかったもんね、ギリギリまでね。谷村さん、いかがでしたか？楽しかったです楽しくないでしょ。もう一回これ呼ばれたらだって出ます？怖い出ないでしょうよ。そして DAIGO さん、はい、メンタリストとしていかがだったでしょうか？いやもう最後なかったら職を失うところでしたね。あそこ何かを隠そうとするとみんな同じか。